イクラちゃん、はい、ゾウガメ、ゾウガメちょっとぐったりしてます。みかんは食べたけど、みかん食べたけどね、ちょっとふにゃちみたいな、どうですか。考えてみたらですね、この中でね、25年生きてるんですよ。えらいね、日本に嫁いで。本当ね、頑張ってるな。おはがきいただいております。山形にお住まいの38歳のさくらんぼ農家です。おね、山形ってやっぱさくらんぼですよね。ラフランスも美味しいですよね。今度、10年ぶりに東京に行きますと、はい、イクラさん、はい、美味しいラーメン屋さんを教えてくださいと。はい、わかりました。はい、美味しいラーメン屋さんというのはですね、東京とかにも美味しいラーメン屋さん、今ラーメン屋さんいろんなとこ激戦区じゃないですか。まあこれ真面目に僕がおすすめするのは、東京からちょっと足を伸ばしていただいて、横浜まで来ていただくと、近いですよね。はい、カマリア大将という、カマリア、カマリア、佐々木カマリア道路ってなんですか。はいはい、そこの通り沿いにカマリア大将という、カマリア大将、はい、僕の友達がやってるラーメンがあります。うん、それとはちょっと宣伝したかったですけど、じゃあ美味しい、マジ美味しいです。今度行きましょうか。行きましょう。本当に美味しいです。そこはそれどういう味なんですか。やっぱ横浜家系なんですけど、でもね、あんまりそんなにこう雑な作りじゃないですよ。なんか家系って結構豚骨がーって雑な感じなんですけど、だからそこはね、綺麗なんです。綺麗、ね、スープとか全部、あとあのチャーシューとか、これ絶対美味しいです。そういうことで、ね、はい、行きましょう。行きましょう。今度カマリア大将、はい、ね、よろしくお願いします。はい、そんなこといいですよね。今日はね、実はこちらです。はい、これ何なんですか。これね、MG なんですけども、はい、実はMG っていうのは僕ら知ってるのは、はい、MGA とかね、はい、昔のね、MGB とかってありますね。はい、であの後ですね、実は少し休みがあってですね、1995年に MGF っていうのが出てたんですよ。はい、でそれが5、6年生産したのかな。正直言って、昔のイメージがあるから、いや昔の方が良かったなってことで、日本でもそんな評判良くなかったっていうか、人気なかったんですけども、そしてですね、向こうは MGF の後に、MGTF っていうのを作ったよ。それは、だから僕ね、正直言って MGF は欲しかったんで、よく知ってるんですけども、このなんかちょっと前だけね、売れないもんだから、もう一回前でチェンジしたんですよね。それがこれなんですけども、初めてですね、私この MGTF を見るのは。僕も初めてなんですけど、もう割となんかこう、この手の黒詳しくないですけど、パッと見かわいいなって、かっこいいなと思って、ね、どっちかというとトヨタのね、MRS とかっていう感じで似てるんですけども、はい、コンパクトで横がかっこいいな。はいはい。でこれ実はこのハードトップっていうのね、取り付けできるんで、これも MRS でして外して、だこれ家に置いとくとかですね、はい、フォローもついてるんでしょ。フォローは今外しちゃってます。外したやつ。でもできるもん、どっちでもいいですよね。はい、これはMGTF っていうお車なんですけど、1800cc のミッドシップエンジンですね。おー、これね、そうですね。はい、はい、これが特徴的ですね。速い。まあまあ速い。そもそもね。これどこのエンジン積んでるの。これはでもローバーじゃないですか。ローバーの、はい、軽型のエンジンです、ね。あ、ローバー。ちょっと、はい、じゃあこれまた綺麗だね。綺麗ですね。これでも大事に乗ってたな。これ何年もんですか、今から。10年以上は経ってますね。10年以上、でもその気にさせるあれですよね。うん、この辺とかもかっこいいですね。うまいね。ね、うまい。作りがね、いいですよね。そそらせる、なんかね。おそらくプラスチックなんですけども、はい、それっぽくね、なんかアルミっぽい感じ。削りのパーツみたいに。見せておいて、なんかその気にさせてる。中も白にするのが、ね、かわいい。MG ってミニ作ってたでしょ。はい、だからミニのと同じように、ああそうか、パネル白で、ああそうそう、後ろ後ろにすることが当時のなんかね、そこそこそこれっていうのトレンドだったんでしょうね。うん、でもメーターパネルの白好きだな。いいですよね。うん、いいです。おエンジンかけてみましょうか。はい、お願いします。でもなんか走りそうな感じですね。これ上取れるの。上取れます。でちょっと取ってみます。うん、森本さん、山本さん、ちょっとお願いします。これね、取ったはいいけど、駐車場借りてる人は大変なんですよ。置く場所ないから。そうなんですよね。うん、これいいですね。この前僕もこの前ライブの時ハードトップつけてましたけど。でもなんかすっきりするね。本当はコントロールが。あ、そうですね。これかっこいいじゃないですか。かっこいい、かっこいい。なんかこれはすぐ ありそうですよね、実際は。すぐはできるんですか。はい。フォローはここはなんか埋める。そうですよ、フォローが今外しちゃってて、あ、そっかそっか、そこにはないんです
あるの。はい、あります。あ、そうだよね。どっちで何かでね、これは外れとってチケットを守るのに乗ってるのか、これにホルデーしてるのか。そうですね、僕あのオープンカーはハードトップがついてもかっこよくないと嫌だから、あのこの車はハードトップついてもかっこよかったよね、うん、サマになってるからいい、ね、どっちも珍しいですよ、これ珍しいですね。ねえ、はい、ハードトップなんか珍しい。発見しました、普通のところに CD チェンジャーついてます。いいね。あ、こっちにもついてるよ。でもなんかそれと連動してやりますね。え、なんなの連動って。両方使えるってこと。ね、面白い。なんでだろう。これで買えるんだ。これで買えるんだ。あ、なるほど。あ、後ろもトランクついてるんですね。ねえ、これもついてる。これいらないでしょ、もう。そうですね、今時ね。いらないよね。いらないです。タイヤのこれすごいね、このデザインが。ボディカバーとかいいんじゃないですか。そうですよね。ここね、ここなんね。こういうのは本当はないんだよな。日本はすぐさ、いい。そうそう、どっちかですよね。フェラリーみたいな、ね。そんな立派なんじゃなくて、こんなもんで。気軽に乗れるこういうスポーツタイプのオープンカーみたいな、うん、出せばいいですよね。うん、今モーニングバージョンね、これ。いや、これ街で見たことない。街っていうか、もうこれおそらく、はい、今日これ見なかったらもう一生会えない。会えない。そうだよね。はい、これってパーツは？本国から取ったりとかしないと。あ、だったら平気だ。イギリスはね、こういうののパーツが豊富だから。みたいですね。ね、すごいよね。解体パーツとかのだけのもありますもんね。そうそうそう。ね、ストックしてるところね、はい。うん。で、この前のミラージュも欲しかったけど、はい、これ乗るとこっちも欲しかった。何なんだろう、この俺のこの欲しい欲しいのは。ね、だから、イクレタはさ、意外とさ、まあ、アメ車とかね。まだあるじゃない、はい、あ、軸があるじゃない。はい、これ軸ないの。何体動物だよ。いや、本当に。ニョロ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 。そうそう、だから何でも欲しくなっちゃう。社長は小馬監督みたいな。あんなとこだから。ねえ、いて。星ヒューマのお姉さん以来のさ、あの感じを見たの。そんなとこじゃないで、この車に1個値段されたよ。森本さん、はい、これ今おいくらで出してるの。150で出してます。勝手に自分で決めてるでしょ。150で出してる、ね、横から出してます。150が、これはおいくらでしょうか。そうですかね、140ってとこじゃないですか。いや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 、それくらいね。いや、もう一言だな。1割ってのはあるんですか。はい、1割、35ですか。社長、皆さん、ダンバキュー。あ、オッケーですね。社長の顔を見る。あ、オッケー。いいですか。はい、ということは130。そうですね。お、135。ね、135。135だったらいいんじゃないですか。はい、いいと思います。これ車検は？車検ついてます。お、ついてんの？あ、11月、はい。来年の11月まで。ついてますんで。はい。お、いいじゃん。1年。お正月乗れんじゃん。乗れます。でも車庫証明取ればすぐ乗れる、はい、お正月もね、間に合いますね。いいですよ。じゃあとりあえず2ヶ月貸してください。そうですね。あとここにあのエビつけたやつですね、一応。あ、準備した。もうやりたいしちゃった。じゃあもうほら、これやりましょう。やりますか。はい、もうやります。さあ、今からですね、社長がですね、自慢のヘリコプターを飛ばしてですね、町田の町をですね、はい、爆破させます。これ何ですか。まずこれエキレイユで、これがヒューズで、これがウスター、これ、はい、これあのコブラ、コブラ、でその真ん中は昔ほらあの荷物とか運ぶ、うん、ラマっつって、これもう古いタイプなんだけど、かっこいいじゃん。で奥がツーツーツー、あのエアウルフって言った、昔あったエアウルフ、うん、あれの原型。あ、そうなんだ。コブラはね、今バッチになっちゃったけどね、原稿は。そうか、バッチだ。イクレタも詳しいんだね。もう好きなんです。詳しいですね。すごいね。で、これはやっぱ現在自衛隊が、だから救助、海難とか救助だったでしょ、うん、はい、救助でよく飛んでますよ、テレビでよく撮ってんじゃないですか。うん、いや、これ危ないらしいですよ。ちょっと見てくれよ、この117、ね、これ俺も見ちゃったんだよね。違うの117大好き。え、237安かった。さあ、いい社長、見てこれ、ゼロ戦の、こっち、ゼロ戦の、ね、椅子がある、こっちから、ほら、亀蔵がいるし。さあ、それではですね、社長がですね、ヘリを飛ばします。はい、天井にぶつけて、このぐらいになってほしいな。ね、危ない、まあ、プロペラ飛んでいきます。おしゃ、おしゃ、おお、
うまい。高級品質うまいね。こういうところだって難しいでしょ。難しいね。外でやるだったらあれですけども、ね、上やったらさ、天井にぶつかっちゃうし、横に行ったらね、俺たちに当たっちゃうし、結構ね、安定してた、この同じ位置にいるっていうのは、ほぼ、そうかもね。ね、今日このためにね、朝から6時間ぐらい帰ってやってるんですよ。ありがとうございます。ってなってたね。ちなみにこの時、いくらあるんですか？これで30万ですね。あ、その間帰れるんだ。いいアトラクション見せてもらいました。じゃあ帰りですね、はい、我々は亀蔵を持って帰ります。ペリー東のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。